あかりさん、これ、これがいい、これ。これプリプリ？エビチリバーガー？うん、じゃあ、これを。これがいい。そう、私これにする。あ、いいね。照り焼きハンバーガー。絶対美味しい。絶対美味しい。あ、どうもどうもどうも。ちょっと、ママ今ちょっと撮影中なんです、私。ママちゃんのバーガーを買いたいと思います。はい、はいはいはい、行きましょう。はな、い、ちゃんのママが買ってくれました。すごいな。やったー。じゃあ、先ほどのハンバーガーをいけます。じゃーん。普通の、ハンバーガー、照り焼き、なんか、あの、惣菜、惣菜じゃないな、あの、チンして食べるハンバーグあるじゃん。うん、あれが入ってる感じ。ああ、でもそうよな、コスト削減で、うん、ハンバーグの味がもうそれ。あー、なんか、まあ、こういうのもあれやけど、うん、ハンバーガー食べるんだったらマックの方が美味しい。でもこれをハンバーガーじゃなくって、その中身がこうコロッケとか揚げ物、あの、こういう、まあ、変わったものが入ってるんだったらこっちの方がクオリティ高いと思う。いいね。うん、ハンバーグとして食べるんだったらちょっとマックの方がいいかも。あ、まあ、とりあえず挟んでみたいな感じかな。そうなんか味がちょっと、ちょっと私の思ったやつと違う。でもまずいわけではない。まずいわけではない、全然めっちゃ美味しいけど、ハンバーグ感。あ、でも出来上がり、出来たての方がやっぱそういうの美味しいかな、やっぱり、うん、ジューシーだと。だから方が美味しいかもな。うん、だってハンバーグ、大体冷えとるやつまずいじゃん。うん、なんかね、この冷えとるものに関しては、この揚げ物系とか。そうですね、うん、なんかお弁当のハンバーグ、うん、チンのハンバーグ挟みましたみたいな。あ、なるほど、分かりやすい感じの味がする。うん、すごいな。全然食べれんかった。いける？うん、めっちゃ美味しい。これもうラスイチだったもんね。これめっちゃ美味しいね。うん、美味しそう。なんか全然照り焼きのやつよりめっちゃ美味しい。へえ。卵焼きがめっちゃ美味しい。これ卵焼きめっちゃ美味しい。美味しい。いいね。多分私の反応でこの美味しさが伝わると思う。めっちゃ美味しい。まあな。いいね。美味しい。コロッケ。美味しい。このまま。あ、中のコロッケでどうなの？クリーミーコロッケみたいな。ドーナツの味がする。ドーナツの味。ドーナツの味。なんで？小麦粉が近いのかな。え、なんて言ったらいいんだろう。なんかもう表せない味がする。マジで気になるな。うん、なんか普通のコロッケでもないんよ。しかもなんか牛肉コロッケかなと思いきや、まあなんかジャガイモ率高い。あ、なるほど。じゃがいもコロッケかな。ね、多分。うん、普通に美味しい。うん、うん、いや、今多分卵はダントツかも。なさそうって言ったらいいな。そうだ、逆にやばい。美味しい。これ次は何？プレゲールが。あ、エビ、エビ食べたい。エビチリのやつ。じゃあエビチリ食べます。はい、めっちゃ嫌でよ、みたいな。え？女の子は嫌だよ。どう？あ、あ、エビチリのソース美味しい。美味しい。うん、酸味効いてる？うん、なんか、中のまだエビにたどり着けてないんだけど、今、一口で。もうあれよね、
ビッグバーガーのスモールバージョン。うん、味も美味しい。クオリティ高い、これ。え、クオリティ高い。高い。なんかまたマックと比べるけど、ね、マックのエビフィレオはまあ全然美味しいんだけど、まあ値段的にそのエビフィレオ食べたいけどちょっと値段かなっていう人はこのエビでめっちゃ十分。なるほど。うん、めっちゃエビ入ってるし、しかも、うん、これすごいいいと思う。ボリューム、うん、ね、あとはもうかねちゃん。じゃあこの照り焼きバーガー、はい、パンが硬い、生地が硬いっていうか、なんていうかな、要はなんかのフランスパンみたいな感じまではいかないけど、そこまではいかないけど、うわほんまや、なんか繋がってくる。めっちゃ安いこれ100円ですからね。めっちゃ安いやん。めっちゃ美味しい。なんか、うん、照り焼きのソースが、なんていうんかな、うん、じゃあ、最後の一口です。はい、うん、ほんまに、いや、ほんとにお昼ご飯とかにもう1個、2個食べるの本当にめっちゃいいと思います。コスパ的にいいよね。コスパ最高、本当に、うん、1個100円でこんだけお腹いっぱいになったら。ということで、ハンバーガーこれ1個 100円なのでね、すごい安いので、エブリィのハンバーガー屋さん、ハンバーガー屋さんじゃないな、エブリィのハンバーガーコーナーに、そうだね、パンとか置いてるね。そうですね、売ってますので、はい、ぜひご賞味ください。はい、じゃじゃん、はい、モンスターバーガーの、まあね、これすごいよね、大きさも大きいです。もちろんなんかバンズだけでも僕の手のひらがあるんで、まあ、ハンドボールサイズぐらいかなと。パッと見る限り牛、豚、鶏、全部入ってますね。そう、はい、ベーコンとチーズ、うんうん、で、これがモンスターバーガーっていうんやけど、なんとね、ワンコインで500円とか、500円で安いですよ、はい、本当に。ハンバーガー3個分ぐらいは、うん、もっとあるかも、もうちょっとあるかも。じゃあ行こう。でも女性の人にはちょっと持ち方が、そうですね、あるかもな、うん、お手伝いしちゃう。いいね、ハナちゃん。どうすか、うん、おいしい、おいしい、おいしいです。いい、いいいい被り始めですね、うんうん、ナイフが欲しい、うんうん、じゃないと終わったからボロ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 、顔がもうテレビに乗ってないぐらい、うん、なんか全然うち上食べれてないんだよ。そうなるんだね、上食べて下食べてみたいな、もう難しいです食べるのが、うんうん、僕も一度食べる感じがなんかちょっと仕事感がありますね。そうですね。どうでした、完食して。いや、でも食べれるですよ、食べれると思います。男性陣は全然いけるんじゃないかなと、ハンバーガー3つ買うよりは、うん、でも美味しい、美味しいですね、本当に美味しいです。お得だよ、これは、うん、味とかどうですか、そんな雑な感じで。雑じゃないって、全然美味しい、うん、最初、パンと野菜だけ食ったら、あ、普通のスーパーの惣菜コーナーかなと思ったんですけど、肉までたどり着くとね、違います。うん、うん、旨味が広がって、中の方の、なんかこう、うん、そうですね、そう、味の、なんだろう何が入ってるのかな、ドレッシングじゃないけど、なんか美味しかった、うん、そうですね。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。